株式会社マリモは日本の不動産会社。設立当初は一級建築士事務所であったが、1992年頃からは、分譲マンションの開発、販売が事業の柱となっており、開発、設計、管理から販売業務までを行う。北海道から九州にかけての日本全国で、ポレスターなどのブランド名を付したマンションを手掛けている。特定の地域にこだわらず、 首都圏、政令指定都市及び、人口後から30万人の地方都市を、進出先とする戦略を取る。2005年7月期までの過去4年間で、売上高を3倍以上に伸ばし、2005年のマンション年間発売個数では、業界12位。2006年には、業界7位のデベロッパーとなった。2004年から2011年にかけて、8年連続で、 発売個数1000個以上を達成。2017年18年の2年連続20位以内。累計の供給実績は409等26,745個を数える。2009年中国進出を皮切りに、海外事業を展開。国内においても2010年には、和歌山県発の市街地再開発事業である、ケヤキオ通り第一種市街地再開発事業に参画。以後も、 全国で市街地再開発事業を手掛け、2017年には熊本都市計画桜町地区第一種市街地再開発事業の住宅部分を即日完売した。また、収益不動産プロデュース事業をはじめとした多方面への展開により、マンションメーカーから総合不動産レーベロッパーへと事業内容を拡大している。さらに、 2016年にはスポンサーを務めるマリモ地方創生リート投資法人が東証リート市場に上場。M&A で事業多角化を進め、同年マリモホールディングスを純粋持ち株会社とするホールディングスへに移行した。2018年には自社で開発したホテルを京都、広島でオープンさせた。2019年11月には女優、モデルの山本舞香を イメージキャラクターに起用して創立50周年記念 CM を制作し全国ネットオンエア環境衛生事業など不動産の枠を超えた事業にも精力的に取り組んでいる。ありがとうございます。